はい、8月28日、小田原記念競輪最終日決勝12レースの予想をしたいと思います。並びですが、まあ、難関が6人乗ったんで、ですけど、まあ、別戦ですね。まず神奈川4社、郡司に和田まくるに松谷に佐藤隆二、神奈川4社ですね。であと、まあ、その神奈川以外の南関東、深谷と田中で2社で、三重の浅井と坂口で2社で、清水は短期という、まあ、4分線になっています。はい、で初手の周回ですけれども、まあ、一応郡司前受け想定しまして、中段清水がいて、まあ、浅井は清水を追走しているんじゃないかと、で深谷後方ということを、まあ、とりあえず想定しました。まあ、ただこう深谷も後ろからっていうよりは、まあ、前に行って、難関が別線とはいえ6社連携みたいな形で、行くこともまあ全然 OK でしょうし、まあ、前郡司が取った後に深谷がピューって上がってきて入ろうとしたら、まあ、迎え入れるでしょうしね、まあ、こうなるかもしれないですね。まあ、あるいは、まあ、道中は後ろにいて、でこう勝負どころ、まあ、青番バックぐらいでこう上がってきて、まあ、清水の上昇を抑えながら青番バック、青番、赤番で前に出てかけていくみたいなこともあるかもしれないですね。ということで、まあ、こんな想定でいきたいと思います。はい、で勝負どころ青番バックで、まあ、深谷が、まあ、さっき言ったように、清水の動きを牽制しながら上昇して前に行くと、で6社ドッキング難関再連結して、深谷が先行していくみたいな流れが一つで、まあ、最初から深谷が前に行って連結してても、まあ、同じような流れ で結局、うん、まあ、そうなともう難関で決まるしかないんで、まあ、清水も浅井もそんな展開にはしたくないんですけども、どうしようもないですよね。だから本当は前受けして他を来るのを待ち構えて飛びついたり、ね、清水もそうでしょうし、浅井もまあそんなレースをしたいんでしょうけど、なかなか難しそうですよね。だから例えば深谷が上がっていくときに、まあ、それを追走して行って、まあ、外からですけど、まあ、勝負で浅井も深谷が緩めたら行くけど、まあ、深谷は緩めることないでしょうけど、うん、ただね、郡司も横かなり強いんで、昔、去年の四日市記念の決勝で、でそこでも難関4社並んで、で郡司が番手だったんですよね。でそこで古性が外競りできてガンガンやり合ったんですけど、一歩も引かずに勝ちましたからね。だから郡司は相当欲が強い。だからそこでもやっぱり3番手キープするでしょうということで、結局一本棒、深谷が逃げて一本棒になるんじゃないかなと思います。はい、で赤番から深谷が先行して一本棒、郡司3番手絶好ですよね。で清水浅井も後方だとちょっと厳しい。まあ、深谷も準決勝見てるとやっぱり自分のペースってで、まあ、目打ちでかけて押し切れる足があるんで、うん、その時に、まあ、その一本棒で行って郡司が3番手からまくれるかっていうことでしょうね。でもまあ、うん、どうなんですかね。だから深谷もこう別戦とはいえもうかけてかけて、まあ、郡司の優勝に貢献できればいいぐらいの気持ちがあるのか、まあ、自分で優勝する気持ちがあるのかっていうのはね、わからないですけど、まあ、深谷も、まあ、郡司の先行はないと深谷が考えれば流して行くっていうかけ方もありますよね。であっという間に脱走を迎えてそこから踏み込んでいくとか、そしたらね深谷も残りますよね、逃げ切りますよね。うん、だ結局深谷のかけ方次第なんですけど、うん、そうですかね。まあ一応まあ一本棒でこのバックまで最終バックまでこんな感じで来るでしょうね。で清水浅井はちょっと難しい、インスルスル行こうとしても、
まあ、負荷やかかってたら前に出ないでしょうからね。はい。で、あとは直線まででどういう感じになるかということですけども。はい。で、まあ、最終バックから3コーナー、4コーナー来て、直線に入ってくると。まあ、深谷もね、準決勝見てると粘るでしょうね。で、そこを、まあ、どっかから3コーナーかバックか分かりませんけど、郡司もね、自力で行くんでしょうし、この両者ですよね。この両者。で、まあ、今回さえ見てると、まあ、尹錫ってどうのこうのとかいうのはね、なかなかないし、まあ、特にね、これ難関で、同県で印 しゃくる感じでもないんで、あれですけど、まあやっぱり深谷郡司のこの折り返し、もう意地で郡司がギリギリ刺すんですかね。まあそんな気しますけど、まあ深谷が逃げ切っても全然おかしくないレースかなと思います。で、3着も和田まくる。硬いと思いますね、これね。まあ清水浅井の出番なしと思いますけどね。まあどうなるでしょうか。はい。で、結論ですけれども、二車単、深谷、郡司、折り返し。まあ、ここ、どっちか濃淡つけるとすれば、まあ、どっちかっていうと、まあ、深谷ですかね。深谷ちょっと期待したいなと思いますけどね。まあ、郡司、まあ、同じくらいですかね。はい。で、三連単。で、深谷、郡司、折り返しに三着、和田まくると。もうガチガチでしょうね、これね。どっちになってもガチガチのような気がします。はい。ということで、小田原記念競輪最終日決勝12レースの予想でした。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。